はい、どうみさんこんにちは、たよです。今日もゼノブレード2、前回の続きからやっていきたいなと思います。で、前回はこちらのね、アルスの、穴の中にね、来たわけなんですけども、早速ね、続き進んでいこうかなと思います。こっちで合ってるね。なんかでかいのめっちゃいるね。この辺から上がれそうなんだけど、そっち側かな。お手並み拝見じゃな。できるだけ避けていきたいね。数で来られるときはきついものがあるんですけど、痛いな。オッケーオッケー。何が出るかなっと。仲間が揃っちゃいさえすればこっちのもんなんですけどね。めっちゃいるなぁ。いいよ、相手になってやる。痛い痛い痛い。はい、よし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 。ああ、ここだったのね。コアからブレイドが生まれ、ブレイドはアルスに、そしてアルスは多くの命を育み、やがてアルスから新たなコアが生まれる。ブレイドという命の循環、これが神が定めた世界の断りだ。そして古王国イーラの信仰の対象。古王国イーラはアルスの偉大さを恐れ敬い、そこから新たに生まれ出るブレイドと人間との共存を目指した国だった。だが人間はそれを望まなかった。メツとの戦いに終止符が打たれ、お前がアデルと共にイーラを去ったすぐ後のことだ。あの男はマルベイには俺たちを。あの人が何をしたの。真にこの国を滅亡させたのは天の聖杯ではない、アーケディアだ。やっぱりこう滅のね。ドライバーだけあって悪いやつなんだな。探せ！まだ近くに潜んでいるはずだ。大丈夫。私が死んでも
あなたは再び眠りにつくだけ。時が経てば、また別の誰かがあなたを。人間はね、誰かに忘れられることの方がずっと辛いの。だから自分の存在を残そうとあがき生きる。ラウナ、次に目覚めた時、あなたは私のことを忘れてるんだよね。し、あなたに忘れられるのが、絆が消えるのが寂しいよ。忘れない。忘れるはずがない。俺は君を。分かっていたけど、いざその時が来るとダメだね。困らせてごめんね。あるんだ、たった一つだけ、君と俺が生きる方法が。これでマンイーターになったのか。彼女を食ったんだよ。私たちが去った後にそんなことが。天の聖杯の力を恐れたマルベイには滅なき跡、イーラの残党軍もろともその存在を抹殺しようとした。しかしすでにお前の姿はなく、残された俺たちは無残にも散っていった。いな、お前がそこにいなくとも奴は。人間は同じことをしただろう。神に選ばれ、やがてはアルスとなり、世界そのものとなる俺たちを恐れたんだ。だからあなたたちを襲撃した。世界の救済？違うな。奴が楽園を目指す本当の理由、奴の目的は神の力を手に入れ、ブレイドとアルスをこの世界から消滅させることだ。それがレックスと共に天の聖杯を庇護した理由か。だとしても、そうだったとしても、それはあんたたちがやってきたことと同じだ。人間も世界も滅ぼして神を消滅させるって言ったよな。その通りだ。本当にそうなのか。何？
俺にはそれがあんたの本当の目的とは思えないんだ。なぜそう言える？現に俺たちはあんたと戦って気づいたんだ。あんたの目は悲しすぎるよ。あれは自分が消えたくて消えたくてしょうがない人の目だ。まるで初めて会った時のホムラみたいだった。面白いことを言うな。お前がどう思おうと勝手だ、うん、俺たちは目的を遂行する。俺たちをこのような存在に作り上げた神とその加護を受けたお前たち人間を消し去るだけだ。俺たちは人を生かすための道具じゃない。なら俺のやることも決まってる。ん？やはりそうか。何が？こいつらに意志はない。おそらくは自立型の生体兵器、自分以外のものを抹殺するためだけに活動している。ある種の意味だと。こいつらが人の子そのものだ。だから俺は、これ二人で戦うのか。いい気になるなって。かなりの天狗前相手。強いな。オッケーダウン。いいよ。ミニスマッシュ。EHG。痛い。はい。最速で頼むって光に。わかりました。いつでも。よし行くぞ。お雷、もしかして。やっぱり兄貴も。まあハムラ無事か。ちょ、なんでシント。話は後だ、今はこいつだ。わかったもん。これでパーティー編成して戦う感じかだね。このままで行こっか。いい気になるなって。裏から周りを感じでしょう。はい。
今も覚醒状態なの。リングスマッシュ。はい。はい。いいと。いけるね。水が弱点。沈没。よし。いいよ。リングスマッシュ。めちゃくちゃダメージ入ったね今。ダメージが結構闇になったね。スマッシュチームエクスプロード。いいね。いいよ。ここね。はい。はい。ダブルスピンエッジ。リングスマッシュ。まだ切り替えらんないか。ミッチ。お、いいね。リングスマッシュ。まだいけないか。エンデミック。はい、いいよ。ダブルスピンエッジ。ちょっとなんだ。ダブルスマッシュ。まだいけない。エンデミック。リングスマッシュ。ダブルスピンエッジ。まだいけないか。ダブルスピンエッジ。いいと。チームボム。なんだこりゃ。ダブルスピンエッジ。まだいけないか。ダブルスマッシュ。ダブルスピンエッジ。まだいけないか。ヒート。
し、なんか溜めてんな。オッケー。これは兄貴、どうしたの？何か見つけたの？え？いや、何でもないんだ。向こうでこれからの話してるも、兄貴も来ても。うん、分かった。元は人間ってことか。まさか。元は人間っていうか、この世界、この町の人だったんだろうな。世界中伝って上行くも、骨が折れそうだもん。雲海面から空に伸びてる部分よりは短いんだ。あのくらいなんとかなるさ。相変わらず前向きなやつだね、あんた。レックス、経緯は理解したが、あの者、やはり感化することはできないな。ネレフ、せやろな。許しを請いとは言わん。だが、ここを抜けた後は連行させてもらう。それが我が君と民への忠義、従えぬというのならば。いいな、カグツチ。はい。メレフ、モンスターか。今度はどこから？違いますもん、上ですもん。モノケロス、シンを見つけたっての。どういうこと？なんでシンがあいつらと。さあ、ま、手間が省けていいじゃない。ここらで一網打尽にして。なんでです？わかりました。何？シン？ああ、手は出すなって。なんでさ、今が絶好の機会じゃないか。手を出すなと言っている。あいつ、どこにあんな力を隠し持ってたんや。何があったかは知らねえが、まあいいじゃねえか。滅？たまには水凶なことも必要だぜ。なあ、サータ。確かに悪くないね。ああいうシーンは初めて見る。シーンを回収しろ。完了後、世界樹を登るぞ。了解です。カグツチ。え？お前はあの時のままだ。シン。クソ、あいつら。船でショートカットとは、せこい真似しよるの。急ぎましょう。こうしている間にも遅れを取ってしまう。ああ、行くよ、レックス。じっちゃん、知ってたんだろ？シンのこと。うん。なんで話してくれなかった？あれは滅とは違う。知ればお前のことじゃ情が湧くと思ってな。実際のとこどうなんじゃ。シンも滅も倒さねばならん相手じゃ。行く立てがどうあれな。それは穂村と光が背負った宿命でもある。だから黙っとった。穂村と光の宿命。あの子はお前のために命を背負った。お前はあの子のために何を背負える？
揺らぐことなく生きられるのか。それなら決まっている。もう大丈夫さ。俺もホムラと光も。そうか、なら何も言わん。お前の望む道を行け。お前自身を信じてな。レックス、ジジイ、何やってんの。ジジイとな。ごめん、今行く。はい、まあ、てなわけでですね、まあ、今回キリがいいのでこの辺りで区切っておきたいなと思います。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またねー。